お疲れ様です。はい、今日は、手話簿練習デーということで、手話簿の練習にね、これから行っていきたいと思います。まあ、今日も、前回同様、紅白戦をね、最後やるかなっていうふうに思うから、その紅白戦の映像をタスクと一緒に、また分析して、一緒に振り返りながら、課題だったり、まあ、自分の長所だったり、まあ、タスクから見て直してほしいところ、まあ、直さないといけないなっていうところを、まあ、二人で話し合いながら、また映像をね、分析しながらやっていきたいなっていうふうに思います。まあ、今日意識することは全部で3つあって、まあ、1つ目は、シュートを打つこと。まあ、どの局面であれ、ヘディング、ボレー、ミドルシュート、カットイン、どの場面であっても、必ずそのシュートまで、持っていけるようにしたいなっていうふうに思います。そこのシュートっていうところは今後必要だし、そのカットインからのシュートっていうのは自分の武器だから、そこに関してはしっかりやっていきたいなっていうふうに思います。で、2つ目は守備。まあ、今日どこのポジションで紅白戦やるかわからないけど、まあ、真ん中か右サイドだと思うんだけど、まあ、右サイドだったらしっかりコンプした状態からロックして、そこからサイドに追い込むっていうところを意識してやりたいなっていうふうに思うのと、あとはあれかな、こうやっぱなかなか仕事で練習に行けてないから、ハイアルチとか、じゃあその自分で動くっていうことはできるんだけど、そこのコンディションの部分をやっぱいいっていうふうに見せるためには、短いスプリントだったり、しっかり半身小股でディフェンスの時に止まるっていう、いつもりょうさんが言ってるけど、半身小股で相手が横ばいになった時に寄せるっていうことを、まあ、サイドハーフでもできればすごいいいアピールになるかなっていうふうに思うから、まあ、そこもね、重点的にやっていきたいなっていうふうに思うかな。3つ目は最後はやっぱりアピールするってところ、声とプレーでアピールするっていう。で、この前の動画で言ったけど、俺がっていう風にもっとなった方がいいなと思うし、実力的にも止める蹴るだったり、まあみんなからもね、こうすごいありがたいことにコメント欄ですごい高い評価っていうのを受けてるから、まあそこの期待に早く応えないといけないなっていう風に思うんで、まあそこのアピールっていうところ、声だったり自分の体の調子いいんだぞっていうところをもう存分紅白戦で見せていきたいなっていう風に思います。今日ね、前半の1時間はフィジトレだから、まあ、フィジカルトレーニングは1回動画にしてるし、まあ、今後もねフィジカルトレーニングはやって自分のフィジカルには向き合っていかないといけないと思うんだけど、まあ、そこの紅白戦というところを今日はメインで、映していきたいなというふうに思います。まあ、このアセイズねドリームというところのね、ドキュメンタリーの映像もすごいみんなからありがたいことに高評価をいただけてるので、まあ、これは継続して、まあ、手話簿限らずこのサッカー人生というところをこのドキュメンタリーで見せていければなというふうに思うから、今から練習行ってきて、帰ってきたらタスクと振り返っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、画面ね切り替わったと思うんですけど、今日もタスクと、サッカーをね分析していくということで、まあ、今日はちょっと手話簿の練習の中で紅白戦があって、その紅白戦をちょっと分析していこうかなっていう。で、この前試合見たじゃん、つくばのグラウンドにやった時に、あの時にまあ守備課題だったり、まあ、俺が自分のこうメンタルコントロールっていうのができなくて結構削っちゃったりしてたと思うんだけど、まあ、そこからその週の練習かな、その週の練習で、まあ、右サイドをやったんだよね、で右サイドをやったから、ちょっとそのプレーを分析して一緒に見たいなと思って。 OK、 右サイドでやっぱできるとしたら仕掛けるだったりシュートだったり、あとためを作るドリブルっていうのが自分の武器だと思ってるから、ちょっとそこを一緒に見ていこうかなっていう。そうだね。OK、じゃあ早速、見ていきたいと思います。 OK、 じゃあ早速試合見ていくんだけど、俺が青チーム、で相手がオレンジで、俺は右サイドで、やってるからちょっと見てほしいんだけど、まあ、今試合始まって、ここでもうちょっと右行ってさ、中と外行けるようにしてさ、駆け引きしてさ、中にもしもパス来たらさ、狙いやすくなるじゃん。だからもうちょい右にポジション取っとけば、相手のキーパーも真ん中蹴ってくるかもしれないし、そこに来た瞬間にガッて後ろ向きでさ、プレスかければ取れたらもうゴールじゃん。そういうことね。まあこれ一回後ろで作って横パスで、まあトントンでもう一回、でここで起点作れるからさ、これもう一回ね下で受ければね、そう、まあ、俺的には中入ってサイドバックをもう一個中にするイメージだったんだけど、そっちの方が攻撃がねあれ分厚くなる、そう分厚くなるから、ね、まあ、これはもう一回広がってもらって、まあこれ逆サイドに振るんだけど、これで早く展開できるじゃん。そうだね。でこれで相手の向きさ右になるじゃん、その時にさ、レン君が体格見てれば、でその汗もさ声かけてさ、いければもっとチャンス広がると思う、でもこれ逆サイドチェンジしてこれ縦突破できたシーンなんだけど、これ抜けたんだけど、この後だね、そうだ、
マナとかめっちゃ呼んでたから絶対出そうとは思ってたんだけど、だこの時も結構動き直しめちゃめちゃしたから、こうボール入ってでここで起点作ってみたいな。で俺の右サイドってこう起点を作りながらさ真ん中でも受けれるから、そうだね、ホームドリブル運んでマナと運んで、まあ、この時にこの時にもっと入っていきたいよね、まあ、ね、ファンに、うん、まあ、これも、もう一回ここで戻して無理に仕掛けることはないじゃん、意味ないし、取られたらこの時、レン君が元にこれ走ってんだよ、そうだね、いいね、そうそうそう、で、これでもうずっと呼んでたから、多分この辺、ヘイってで、ここは一発対角で、あー、いいボール、これ超惜しかったんで、これわかる、敵をかわさないでさ、うん、体だけ開いて、メッシとか得意じゃん、でこれもすぐ開いて体の向き作って、まあこっから展開できるから、まあ、本当ね、レン君は顔上げる選手だからテンポも速いし、でまたすぐこれ動き直すから、で俺結構この試合ね動き直しの動き多かったのよ、でここからまた一発でもらおうと思ったんだけど、このパスがミスだから、まあこれはしょうがないんだけどっていう感じ。なるほど。どう？なんか今見た感じ、縦突破とか良かったんだけど、なんか亜生がボール持った時に、展開でさ後ろにバックパスすること多かったじゃん、だからそのもらう時に周りに声かけて、例えば横に作ってもらうとか、ボールが後ろに下がっちゃうと相手を前向きで守備しやすくなっちゃうから、その時に横にパス作ったり、あとは俺がボール持った時に抜けてほしいとか、そういうなんか要求をもっと増やせばもっとチャンスも広がるし、もっと点に絡めるし、点も取りやすくなると思うから、だからそういうところをもっと要求すれば、シュアボにもっと貢献できる、マナとかさ1枚のフリーマンで、で前っていう選手がボランチにいたんだけど、結構、両方とも右サイド行ったり左サイドで結構偏ってたから、俺のところにボール来た時にはまあ仕掛けるか、相手がカバー来たらまあ、やり直すか、で横パスがマナトとか前とかいたから出せたんだけど、でもなんかこう相手のプレスバックもちょっと早かったし、こう迂回経路でもうトントントンで相手ずらしてからまた俺のところに一発のが、一回俺が仕掛けたやつも俺が右サイドで起点作って、で展開してレン君から俺に一発、俺がドリブル仕掛けて最後ラストパスは見せたけど、だそういうシーンを増やしたいなっていうふうにこの試合思ってたか ら、 だからこの試合も結局もうもっと俺が俺がっていうイメージでやってたからさ、結構うまくいったかなとは思ったんだけど、まあでもこれがやっぱ継続されないと意味がないし、そうだね、まあ、あとは守備のところは、まあ、タスクもさっき言ってたけど、わざと外側行って中開けてとか、でもシュアボの戦術的にまず中を絞って、中は絶対通させないっていう守備だから、あの中を絞るのはありだと思うんだけど、中をの守備を、閉じるんだけど外に出た時のこう準備とかプレッシャーの仕方、プレッシャーのスピードとかはまだ俺課題かなというふうに思うから、なんか俺がセンターバックやってて、あの右のサイドバックにこう矢印向けて中に折るパスあるじゃん、あの時に嫌な守備が最初に外いて、その俺が折った時に中で取ってくるっていう選手いたから、でそういう守備の時でも駆け引きすごい大事だと思うから、めっちゃ嫌な選手だし、だからそういうところもっと試合でできたら守備もできやすくなるから、ああそういうことね、まあね、今タスクと映像見たけど、まあ守備のところだったり、まあタスクはずっと守備でやってるから、まあ、前回の動画もそうだけど、まあ、守備のところのアドバイスはタスクにもらいながら、まあ、俺は攻撃とね、あとはこう右サイドで起点を作ったり、やっぱゴールとアシストっていう部分は、まあ、このミニゲームでも残さないといけないと思うから、まあ、一回ね、あの縦突破してマナトと合わなかったけど、でもマナトあそこでずっと呼んでくれてるかな、まあそこのマイナスのクロスっていうのは俺左足のアウトサイドで上げたけど、あれ右サイド、あ右足で上げてたらもしかしたら繋がったかもしれないし、だからちょっとそこは突き詰めながら、もっともっとこう上手くなるために、でもっともっとこう自分のところにボールを集めて、まあ右サイドでもボランチでもフォワードでも結局どのポジションやっても自分がやることは変わらないと思うから、とにかくゴールに繋げる、ゴールに直結するっていうところは、まあ、やりたいなっていうふうに思います。はい、これにてね、タスクと解説と、まあ、分析っていうのは以上になるんだけど、まあ、この、俺のね、亜生のドキュメンタリーというところは、引き続き継続して続いていくので、まあ、俺がこう、プロになる姿っていうのを、過程として全部見せていく。まあ、そのために、なるために一つはタスク。
のアドバイスっていうのも必要だし、タスクの経験を俺に還元してくれるっていうのもそうだから、ちょっとここはねまた2人で頑張ってやっていきたいと思います。でタスクの SNS、まあね俺の YouTube では公開するつもりはなかったんですけど確かに、まあ、ないないくんっていうね名前で TikTok やってるんで、あの全然俺とはねかけ離れた TikTok やってるんで、どっちかっていうとうんぱくん系みたいな、うん、そうだね、こうみんなを笑顔にする、みんなのみんなをこうくすって笑わせる、まあ面白いか分かんないけど、いつも笑ってるくせにね俺の動画でねまあね、その後ね、みんな TikTok でないないくんで検索して応援してもらえればね、すごいね僕のチャンネル的にも、タスクが伸びたらそのないないくんのファンもね見に来てくれる人はいるだろうし、それ俺を使ってないまあね、兄弟のねやりとりとかもぜひ見ていただければなと思います。で兄弟対決も動画で上がってるんでぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。じゃあこれにて以上になります。ありがとうございました。